成人発達学者加藤陽平と相田渡がお送りする成人発達コラボラジオ、よろしくお願いします。渡さん、お願いします。お願いします。先ほどのね、ちょっと65回、今日同じ日に2本撮りでありますけれども、ちょっとこう最後言葉のね、何かこう言葉ってエネルギーのこう器というかね、エネルギーが流れ込んでくるような器としての働きがあるというところで、ちょっと渡るさんも何か感じておられることがあったのかなと思ったんで、ちょっと休憩挟んで。そうです、さっきね、こう僕が本棚、前回の前編ですね、まあ、本棚っていう外側が内側の自分ということとつながってるというふうに、まあ外と内のつながりってことをこう自分の中でこうそういうふうに認識していたところだったんですが、言葉っていうのはもうやっぱりこう外側で、そしてそれ自体がまた自分の内側にも入ってくるっていう、なんかやっぱ扱う言葉の重要性っていうのを感じましたし、今日僕らが、ね、being とか doing とか言ってたのも結局はこの being っていう言葉の器があったから、本当そうですね、女性性っていう部分にもフォーカスを当てることができたし、ってなったらやっぱり他者と語って喋ってどんどん言葉を外に出していって、そこにソウルが乗っかってる言葉をやっぱ自分の中に取り組んでいって治癒発達って最高だなと思いました。その話し方はなんか男性性が今ノリノリでいいですね。ああそうだな。でもいいですね。いやでも本当そうですよね。やっぱそこにこう言葉の良さや言葉の味わいや人との対話の価値意義がありますよね、本当ね。いやーやっぱそのブッダのやっぱりサンガだっていうね。ああ本当ですね。最後の必要なのはサンガだって言った言葉もやっぱり人が集えば喋り語らいが生まれるからいいと言ってたようなものですよね。本当そうですね。いやー本当そうだな。渡辺さんのおっしゃる通りですね。だからこそこう人が集まってね、会話すること対話することのやっぱり良さがこうあるし、で同時にまたそのね、渡辺さんのおっしゃる通りでビーイングっていう言葉があるからこそビーイングについて扱えた、で同時にまたさらに私たちのビーイングが深まればビーイングに内包させられるエネルギー、これを増していくんでしょうね、きっとね。うわすげー、今のもすごいな、やだだって今日の社会によって時代によって、なんかこう使い古された言葉を使っちゃうとやっぱりそこにこう宿らなくなりますよね、言葉が。そうなんですよ、そうなんですよ、宿らなくなる、流行り言葉っていうか、ね、流行り言葉、ただここもそうなんですよね、面白いもんでビーイングもどちらかというとね、対人支援者の中では結構流行ってる言葉だと思うんですよ、ただでもそのプラクティショナーの方が己のビーイングを深めている方のビーイングの言葉ってやっぱ違うんですよね。うわ思いません、渡辺さんも。同じビーイングって言葉使ってるのに、あの方のビーイングって言葉の使い方深いよなとかね、あれなんかちょっとこの方のビーイング少しちょっとなんか浅く聞こえるかもみたいな、これやっぱその語り手のビーイングが如実に影響を与えてるんじゃないかなってのは私の見立てですけどね。渡辺さんどうですか。そうですね、いやー完全に同意ですね。特にスピリチュアルとか霊性とかいう言葉、そういった言葉の時こそやっぱり宿り度合いが大きく差が出るような気がしますね。確かに、いや本当そうなんですよね。なんでだろうな、まあ、それ悟る次元ですよね、まあ、もう、そう声帯次元でも声の震えでも宿り方がね反映されてるでしょうし、いや間違いないっすね。だから本当にだからそれでいくと渡辺さんのおっしゃる通りで、ビーイングをどれだけ深めていくかって本当そこでも大事なんですよね。悟るコーザル、それを超えていくようなビーイングを深めていけば声帯にもそのエネルギーが宿るしで、さっきのその言葉にエネルギーが宿るのって同じで、肩書きにもやっぱこれ肩書き今渡辺さん手放してるじゃないですか。あ、生誕で渡るって肩書きしたか、宿るの。いや自分で言いましたもんね。固定じゃない、期間限定、2週限定ですよ。あれはアファメーションしましたもんね。私は生誕で渡るだっていいっすね、流れ込んでくるのあるよ。たくさん流れ込んでくるよ、いろんなものが。いいっすね、どんな案件が来るんやろ、恐ろしい。いやそれ私結構これ私だけかな、もう案件狙ってたと思ってたんですよ、私。さっきの65回の回、ほういや渡辺さんがやったら65回の中でカタカナ用語で2回使ってた同じ言葉、ピタッっていう言葉。どういうこと？
なんかステルネスの、なんかステルネスのところで語りながらピッと、うん、言ってました言ってました、はいはい、いやなんかあのコンドーム会社の案件狙ってんのかなと私想像してたんですよ。違う、荒屋敷、荒屋敷、ちょっとこれ考えすぎ。いや狙ってました、なんかピタッとやったら、僕のピタッて言ってて狙ってんのかな、うん、案件と思って眠ってたかもしれない。眠ってました。いやでもそこで最近ちょっと面白いあのビーガンコンドーム見つけたんですよ。はあ、その由来が、そのこう、なんていうか成分が、そうそう、あのやっぱりゴムを作る時のそのところに動物性材料が入っちゃうことが結構多いらしいんですよね。あれは何、やっぱ油としてですか、それは。多分ちょっと私もそこまで詳しくはないんですけども、うん、多分なんか動物性由来のでもやっぱり何かが入っちゃうみたいですね、その油のところか、あとは皮なのか、うんうん、ただでも本当にこうビーガンのコンドームっていうのが、まあ、日本でも買えるみたいで、世界的にもビーガンマークがついてるコンドームがあるってことを知ったんですよ最近。あ、そうなんだと思って。確かにな、世界で見たらとんでもない消費量でしょうからね。そうですよね、ほんとね。おー、確かに1日あたりどれだけ、確かにそうですね、渡辺さんのおっしゃる通りどれだけ消費されてるのか、ね、日本人は少ないとかね言うけれど、とはいえね、うん、ははは、確かにな、渡辺さんの家計も圧迫してそうですね、コンドーム代。いやこれ大変ですね。いやいや、もう言わせないでくださ い, い, い誘導系はダメでしょ、自発的に語らないと、こういうのは誘導系乗ってくれるから。いやいや、嬉しいんだよな、乗ってくれるから。でも確かにそもそもでいくとコンドームの原材料ね、何なのかちょっと調べてみますね、今原材料ね。でも必ずだからビーガンのものがあるってことは動物のものが入っちゃうんですね、多分ね、きっとね。それかまあ原材料のところだけじゃなくて、ビーガンの方たちって作る製造過程にもこだわるんで、その過程において何か動物の命とか動物に危害を加えてないかっていうとこだと思うんですよね。うん、そうですね。まあでもやっぱりゴムの木から作るから、それはもともとは本当は自然由来のはずなんですよね。そうですよね、本当はね。あ、なるほどね。ランプスキンってこうなんだろう、羊の腸膜。そうか、もともと本当そうですよね、うん、コンドームの出発はもろに動物のところで、うん、そうか、そうですよね、確かにコンドームの歴史からすると確かにそうですね。あ、歴史がそういう動物性の、実際のそういうもうそもそもの膜を作ってるんですね。膜を使ってたし、あと魚とかの胃袋とかでも代用してたらしいんですね、相当昔ですけど。なるほど、ね、だからビーガン用のものがこう出てきた流れでしょうね、きっとね、うんうんうん、で私も食事線はビーガンなんだけど、コンドームに関しては残念ながら、うん、オランダの薬局にはちょっと見てみますね今度。ビーガンって言葉を聞いたら食事線しか思いつかなかった。そうですよ、私もそこはちょっとまだまだなビーガンなんですよ。ビーガンの方たち、こだわってる方たちはやっぱり衣服とかカバンとかもね。はあ、そうか。そうそう。私は、そうか、そうか、そうか。私はだから食のビーガンでしかないんで、全然レベルとしては低いんですよ。うん、うん。そうなんですよね。うん。なるほどね。レザーを使わないとか。そう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 。レザーを使わない。ビーガンはね。そうなんですよ。そもそもレザーを使うのは、耐久性がいいみたいなところが出発点なんですかね。いや、私も多分最初はそうだと思うんですね。でもやっぱそこにも、あの希少な動物をの皮とかを使うゆえに高価格で売れるっていう経済的な要素もきっとあるだろうなと思ってて、いやー、やっぱ全部吸収しますね。そうそう、経済合理性、そうそうなんですよ、だと思う。ほらブラックホールやな。そうなんですよ、うん。いや、ちょっと私それでいくと、さっきの肩書きのところでいくと、いやちょっと真面目な話、うん、正探偵渡るじゃなくて、うんうんうん、あの、いや、ウェルビーイングプラクティショナーとか、なんかウェルネスの言葉とかをなんか自分で当てたりはしなかったのかなって聞いてみたかったですね。ウェルビーイングプラクティショナー、ウェルネスプラクティショナー、生誕ですね、ウェルネス、生誕ってことる。いや、ちょ残る残る、そんな何回も言ってたやっぱでもこう変わるっていうことを垣間見るとか一緒に体感するっていうのがやっぱ大好きな人間だから、うんうん、そう、ただ
こう昔ドラッカーが言ってたのがこう、うん、チェンジエージェントですっていう、変わることを支援する人ですみたいな言い方をしてたんですよね、うんうん、でそのチェンジエージェントっていう言葉をじゃあ自分にが使いたいかっていうと、うん、なんかこうチェンジってなんだろう、 A のものが B になりますみたいな意味合いが、ね、とか雰囲気が強いというか、本当そうですね。かといってオルターみたいな、うん、ALTER オルターってなったら何かこう、うん、ちょっとシフトするみたいな表現なんですかね。で、そっちを使いたいってなったら、もうなんかもう、オルターなんとかとか言うから、もうちょっとわけわかんなくなる。そうですね。確かにね。うん。だからね、ちょっと肩書きは本当、なんだろうな、もう募集したいぐらいですよ。おぉ、正団体渡る以外に。うん。違う、そうそう、危ない危ない。ちょ。その路線で何人か送ってきそうだから怖いわ。そうですね。今さんから。大喜利みたいになったらもう嫌なんだけど。そうです。今さんからお待ちしてます。今のところ候補が、生誕して渡るかエレファント渡るかですよね。そして加藤先生はスパイシー。そう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 。アンパン安全なずるいやつね。あれは笑ったわ、本当。確かにそうだなと思って。自分に対してはアンパン、自分に対しては女性性、相手に対しては男性性でニックネームつけてんなと思って。そうよね。そうっすよね。本当すごいわ、それ。いや、私も完全に無自覚で、あの64回のラジオを聞き直して私また笑いましたもん。渡るさんの言う通りだなと思って、相手に対してやたら攻めた名前つけるけど自分に優しいんだよなっていうね。いやー、まあ、でも真面目な話ね。でも本当そうですね、チェンジはやっていうよりもね、オーター、そうだよな。どれもだからクラニオの発想とちょっと相反しちゃうんですよね。こっちから変えようとかね。あ、そういうことか。あ、そうそう、そういうことかもね。最近学んだ概念にこう反してるっていうか。そうだから、やっぱり渡辺さんの中で、うん、そのクラニオを学ぶことを通じて、まあ、女性性を大事にするような言葉を大切にしてて、男性性が強い言葉にちょっと今はね、うん、ちょっと距離を置こうとされてるのかなっていう、すごい健全なあり方だと思いますね、でもそれ、うん、いやそう、今そっちの言葉ばっかり入っちゃうと、もう一回やっぱり戻るっていうのが目に見えてるっていうか、一回抜け切った後にもう一回戻ると別の角度で捉えれるような気がしてるんですよね。なるほどな、なんで、うん、確かにそうですね。ちょっと今、そうそう。確かにな。そうだよね。まあ、難しいですね。渡辺さんがピタッと、さっきの話、また使っちゃうね。ピタッて、ゴムの話。ピタッと。なんか来るんですかね、ピタッとが。来るんですね、ピタッとね。でも、ビーイングにね、関心。ビーイングってのは、でも、本当にこう、現在進行形の言葉でもあるから、変化に寄り添うっていうね。無理のない変化に寄り添う言葉でもありますもんね。それが、ウェルビーイング。うん。そうだね。うん、まあまあ、でもちょっと後半加藤先生の話を聞きたいですけど、最近の研究の進捗といいますか。ピタッと当たる、ピタッと当たるとか言えない。語呂感で決めないでください。そうですね。いや、それでいくと、でもあの前回のこう話ちょっとつながるんですけど、今回さっきの提案事項ですよね、はい、65回でも言ってた、お互いの、うん、まあ、その性に関する発達ラインを伸ばしていく。このラジオをですね、やっぱりさっきの3がプラスアルファ、成長、お互いのその発達ラインをね、有機的な形で伸ばしていくプロジェクト型のラジオにしてみたいなってもちょっと思ったんですね。プロジェクト型ラジオ、ほう。これ別にあの、これはどんな、うん、これも男性性がちょっと強いかもしれませんけどね、プロジェクト型っていうと。ただ、まあまあまあ、うん、やっぱりそれでいくと、性に関する発達ラインを眺めてみたときに、ああ自分でも女性性をまだまだ開発する余地っていうのは当然こうあって、うん、でまたさらには自分の中でのセクシャルウェルビーイングを高めていくような、なんか学びや実践をしてみたいなってちょっとこう思ってたんですよ。うん、ああそう、うんうん、だから まずちょっとね、実はその最近こう性科学っていう領域があるの、渡さんご存知です、学問分野として。え、性科学、そう、それはサイエンスオブセックスっていう領域、セクソロジーとも言われたりして、これやっぱりその性に関して、もちろんグロスレベルの肉体的なところの研究ですよね。例えばホルモンのレベルとか身体構造、そういうのを扱うのはもちろんのこと、はいはい、でクラニオと同じく、それだけじゃ性って語れないよねっていうところから、うん、まあ、サイコスピリチュアルな領域まで探求していくような学問領域っていうのはあるんですよ。はい、で今ちょっとそこにこう関心を持っていて、で一人そのエミリーナゴウスキーっていう PhD を持ってらっしゃる方の本を最近買って、あ、これはすげえ面白い実践書だなって思ってて、はい、なんか今後のラジオでもまた渡さんとちょっとこう課題図書を扱いながら、ちょっとお互いの女性性を高め合い、
性に関する発達ラインをね、例えばちょっと伸ばしていく試みをしていきたいなってもちょっと思ってたんですよ。お、面白いですね。それでいくと、なんか渡辺さんの中で、そう、性に関する発達ラインっていうのね、今ちょっと現状どういうふうに捉えてるのかなっていう。ベージュですか？ベージュ段階ですか？いやー、レッドでしょうね。ベージュの1個レベルが高い。あ、2個、1個高いか。あ、ベージュってのは？そう、ベージュってのは一番下の、ベージュって、あの、もう言葉を発せない野獣段階です。ベージュ、パープル、レッドみたいな。だからレッド、いいっすね。あー、そうなんだ。まだいいんだ、じゃあ。そうそうそう。レッド当たるっていいじゃないですかね。レッド当たる。いや、芸人みたいなっていいですか。芸人。いや、ふふふと笑ってる場合じゃないね。いやいや、これ実践、これその本の中には、うん、例えばどんな実ワークが紹介されてる？あ、いいですか。これね、これもともと女性が自らの女性としての身体や、うん、その性的な快楽を開発していくことを目的にも書かれてて、うんうん、つまり自分のセクシャリティですね、特にその女性性に着目をしてそれを伸ばしていきましょうと。例えばあの、うん、もういきなり直接的な話もしてみいいですか？あ、ぜひ。例えばでいくと、こんなエクササイズがありますね。Say the words っていうエクササイズで、名前を言ってみましょうというエクササイズがあるんですね。例えば、チャプター1。これ何を言ってるかっていうと、私たちって自分の男性器、女性器に関して、特に日本でもアメリカでもこれあるんですけど、あの、性の発達ラインが高くないと、慣習的段階を超えてないと、なんか引き目を感じるんですよ。自らの性器に対して。男性器、女性器、はあはあはあ、じゃあこれっておかしいですよねっていうことを感じさせるために、うん、まずは肘、舌、肌っていう言葉を言ってみましょうみたいなエクササイズがあるんですね。例えば私が肘って、私も肘って言ってもらっていいですか？肘って、肘です。舌、舌、肌、肌って言った時に、じゃあ今述べた肘、舌、肌っていう言葉を言った時に何か違和感とかあったかとか、どんな考え、感情が浮かびましたかみたいなのがまずエクササイズ一つなんですね。ほうほうほう。これでいくと、私はまずはニュートラルですね。うん、肘、ニュートラルですね、肌。まあ別に何にも特に感じないよなっていう。うんうんうん。ですよね、多分ね、多くの方たちはここまでは多分ニュートラルだと思うんですね。はい。次のエクササイズ、同じ身体の部位なんだけど、今度は英語でまず言うと、バジャイナ、バルバ、ラビア、クリトリスですね。つまりこれは膣、外陰、陰唇、クリトリスっていう言葉を女性が言ったときに、うんうん、まあ男性が言ったときに、さあどういうふうに感じるかなんですよ。例えば、これはニュートラル保てんな、ね、なかなか難しいですね。例えば膣、クリトリスっていう、うん。で、これがもう騙しようがない性の発達ラインのまず一つ試金石だと思うんですね。もし仮に膣、クリトリスって言葉を自分で言った、頭で思い浮かべたときに、うん、さっきの肘とか舌とか肌とかと同じぐらいニュートラルに保ててれば、かなり発達ラインとしては、その性の発達ラインは高いのかなっていう。少なくとも俺、慣習的段階にいるから、この言葉に惑わされちゃうんです。確かにな。本当は同じ、まあ、そうか、まあ、そうよね。そう、あと、まあ、言う場面設定ですよね、これね。ああ。もう家の中でだったら何回も連発できるかもしれないです。なるほど。いいですね。うん、あと、もう、あの、ね、うん、僕、解剖書の中でもバンバン出てくるから、そうね、コンテクストね、もうね、見慣れてるわけですけど、そうそう、いざね、なんか結婚したっていう背景をね、みんなと共有してとか、うん、その人のことがね、なんかこう少なからずちらっとよぎるとやっぱ言いにくくなるもんな。そうですよね、うん、そうなんですよ。でもそれ今すごく大事なことで、コンテクストが私たちのセクシャリティとか性意識に影響を与えるんですね。私たちのこれ本当に大事なポイントなんですよ、はいはい。やっぱりコンテクストは私たちのコンシャスネスに影響を必ず与えるんで、どのコンテクストでこの言葉を述べるかっていうのは本当大事ですよね。うん。でも、本当そうだな。だからそのコンテクストへ意識が芽生えるのがインテグレーティッドグリーン段階じゃないですか。コンテクチャルシンキングができる。あ、そうなんだ。へえ、うんうん。で、きっとこれ、コンテクストに左右されず、どんな状況でもチツクリトリスって言っても、うん、もう動じないようなあり方は多分第2層とかにならないと出てこないんじゃないかなと思います。あ、突き抜けられないですよね、そこまで。なかなかね、突き抜けれんな。 そしてやっぱ自分っていう仮面をやっぱり意識しますよね。例えば、ね、僕がそのなんだろうな、産婦人科で、産婦人科医でなんかもう
ドクターだったら、うん、もうどんな場面でもどん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 ブラ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 言うかもしれないけれど、うん、あ今のすごいベラベロ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 に聞こえもうコンテクスト考えてコンテクストさちょっと待ってコンテクスト考えてすいません僕は結構乗り越えてるわいやいやすいません乗り越えてましたねコンテクスト考えてカタカナ用語使ってほしいなと思ってすいませんなんかクリトリスって言った後にベロ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 言うからなんかすごい話になってんだと思って私のイマジネーションが反応しちゃいましたえでも産婦人科の話本当そうですね確かにだからこう、でもまあ、それって本当、どの業界でも同じか、そこの業界の専門用語をこう、うん、フラットに使えるっていうか、そこって、うんうん、例えば僕っていう人間が全くその業界に触れたことがない組織開発っていう言葉をしたときに、自分で違和感があるんですよね、ゾワゾワと。なんだ、その言葉って。うん、みたいな、なんかこう、やっぱ自分が属してない世界のことをこう堂々と喋ることに対することを、なんか違和感を感じるっていうのが、今の僕の発達段階かな。なるほどね、なるほど。かなり大事なお話してますよ、渡さん、それ。だから自分が属してないところ、だから本来は、これって性に関するものも発達ラインの一つだし、本当は教育分野のはずなんですよね。でもそれがやっぱないがしろにされてるから、私たちの馴染みがない領域になっちゃってるんですよ。だから膣とかクリトリスって聞くと、産婦人科とかそういう性に関しての領域にいない人はざわついちゃうんですよね。教えてもらってないし、自分の領域じゃないって思っちゃってるから。確かに本当だ。これだからこう、スピリチュアルっていう言葉もまさにそうですね、うん、こうスピリットっていう言葉の語源が息をするものっていうこと、うん、で僕らみんな息をするからスピリチュアル性が宿ってるものなのに、そうそう、いや冷静高めていきましょうよって言ったら冷静みたいな感じになっちゃうし、あそうなんですよね。それのね、場面が変わっただけですよね、これね。そう、さすが渡さん、そうなんですよ。だからやっぱウィルバーが指摘するように、スピリチュアルの領域もないがしろにされている。私は同じくセクシャルな、このセクシャルラインもやっぱり同じくタブー視されてないがしろにされちゃってる、うん、本当はこれね、もう私たちさっきのそのスピリチュアルのとこの息をする、吹き込むっていうのと同じく誰しもに備わってる共通のものなんですね、うん、さっきの渡さんのスティルネスと同じですよ、スピリチュアリティとコテクシャリティ。いや、これはすごいな。しかもでもこれを題材にすることによって、自分の発達段階っていうのをめちゃくちゃ男性的ですけど、うん、こう成長見込めますね。そこに対する、そうなんですね、一つのある種のトラウマの乗り越えみたいなもの。そうなんですよ。めちゃくちゃそのおっしゃる通り、完全そこ同意で、自分もその自分のセクシュアリティ見つめ直したら、うん、あんなトラウマ体験あったなとか、うん、今の自分もこういう何かこう、引け目を感じてるんだとか、あ、逆にここに自費心を育むチャンスが本当あるよなとか、うん、成長機会の宝庫なんですよね、このセクシャリティのラインって。なるほどな。だからちょっと注目をしてるってのがありますかね。いや、それはすごいな。で、渡辺さんのおっしゃる通りで、うん、やっぱそのスティルネス、スピリチュアリティ、セクシャリティってのは全員に共通でしょ、人類、うんうんうん、だからちょっとね、注目分野なんですね。うん、そうなんですよ。いやいやいや、だんだん僕の、うん、で、あと、いや、なぜ、うん、そこにこう、熱量が出てきて、ね、こう、心の成長とどう関係するのかなとか、ちょっとずつ今、紐解けてきました。おお、いいっすね。さすが、ベロベロ渡る。4文字使いがちやな。いや、もうベロベロ渡る。ちょっと、どんな感じでベロベロしてるのか、ちょっと観察してみたい、オブザベーションしたら。るのあ、ちなみに渡さん、すみません、目撃者の意識状態で言えないです、言えないです。いや、ちなみにその今のいいですね、目撃者。すみません、ちょっと渡さんに一つ相談だ、悩み事があって、あのラジオ始めたじゃないですか、もう一回で、一つ毎回公開するときに露骨な表現を含むか含まないかのチェックボックスがあって、あの、うん、私結構悩んで、うわ、露骨な表現含んでないよなって、今含んでない選んでるんですけど、うん、大丈夫かなっていう、うん、これはまあ、まあ、間接言ってるっていう、まあ、そうね、スタンド FM さんに対する挑戦状ですよね。そうですね。もしあなたがグリーン段階以上であれば、コンテクストを本当そうにね、乗っ取ってるから、まあ
これは不適切じゃないですよっていうことは言えるし。そうですね。でも、僕らがギャグを持ってそこを多用してることを指摘されたらもう何も言えないです。そうですね。いやー、その通りだね。まあ、でも一応、その含んでても、あの公開はちゃんとしてくれるからね。いいんですけどね。あ、そうなんだ。そうそうそう。全然全然。そうです、うんうん。ちょっとそこだけでした。ちょっと気がかりだった、うん。ありがとうございます。なるほど。であと1個、まだまだこのワークブック今買っ、これちょっと私さん、あのラジオ終わった後にタイトルちょっとお送りしますね。あ、ぜひ。あの、まあ、その課題図書を扱うかどうかちょっとまた次回以降とか、ゲストをお呼びした後でいいと思うんで、ただ今こんな本、うんうん、実践書読んでますっていうところでいくと、結構まだ他にも面白いのがあって、へぇ、アセスメントクエスチョネアもついてる、質問用紙的なもの。すごいな。え、それはセルフ、相手に対して、あ、これ自分に対してのアセスメントがあるんですよ。自分に対して、例えばなんですけど、あの性的なものに関してよくブレーキとアクセルみたいなものがあると思うんですね、はあはあ、つまり、まあ、何でもいいですけど、性的な行為をするときでもちょっとこういうところ嫌だな、うん、ブレーキかけちゃうとか、いやでもここ結構アクセル踏んでるなとか、うん、ブレーキアクセルの度合いを分析できるような質問表とかもついてるんですよ。例えばでいくと、うん、あのこんな言葉です、英語。Sometimes I have so many worries that I am unable to get aroused っていうことなんで、何を言ってるかっていうと、うん、時々私はあの興奮を得ると多くの心配事を感じてしまいますみたいな。うん、でそれから0から4で評価するんです。0は全くそんなことありません。ははは4は、うん、まさに私はその通りですみたいな。うん、なんか私は興奮した時に、時々心配事がワッと出てくるとかあります？興奮状態、性的興奮状態なんですか？いやゼロからでも、うん、ふと我に返るみたいなことなんでしょうね、これ言葉を変えると。そうですね、そうそうそう、興奮状態、興奮状態の時に、いや興奮してしまっていいんだろうかとか、ああ、そういうことか、ジムのスタジオ運営どうしようかとか、そういう心配事が入っちゃうとかってことですね、これ、うん、うわ、完全にないとは言えないけど、よくあるわけでもないから、うん、1とか、なんだろうな、75%、1か、それは、はい、おー、うん、なるほどね、なるほど。じゃあちょっと次の質問もいいですか？うんうん。じゃあ例えば次は、ちょっと待ってください。 If I think that I am being used sexually, it completely turns me off ってことなんで、どういうことかっていうと、何を言ってるかと言いますとですね、うん、性的に、あ、これだから、これは基本的に女性向けの本なんで、あ、なるほど。そうそう、だから女性が、まあ、僕が仮に答えるとして、そうそう、うん、じゃあ例えばこれ女性が、例えばなんか性欲のはけ口として使われてるって思った時に、興奮が完全に冷めちゃいますっていうことですね、うん、あ、でも渡辺さんもこれも男性としてでもいいと思いますよ。男性にも当てはまる、うん、女性の性欲のなんか処理をされてるなとかって、こっちの要望聞いてくれないじゃんってなった時にしらけてしまう、0から4。うわ、しらけるな。おお、4が、いや、1ぐらいにしとこうか。お、あんまりない。うん、あ、違う違う、あんまりないだから、ん、完全にそうではないけれど、うん、完全にそうではないけど、1個下。あ、0から、0、1、2、3、4ってあって、はあ、完全にしらけちゃいますが、あ、0が全くそんなことありません。うん、はいはいはい。つまり、しらけずに、もうどんどん性的処理に使ってくださいみたいな感じです、0。はいはいはい、そういうことか。で1は、あ、じゃあ、うん、うん、ちょっとあるわけですね。で2は幾分ちょっとしらけちゃうかもみたいな、性的処理に扱われるとちょっと興奮冷めちゃいますみたいな、うん、で3がだいぶ当てはまる、で4はもう完全それ私みたいな、自分がちょっとでも性的処理に扱われてると思ったらそれはもう興ざめですわみたいな、4、それが4。これ難しいな、結構問い面白いでしょ、リフレクションさせてくれますよ。これじゃあちょっと保留にしとこうか。おお、いいっすね、保留。でちなみに私ここブレーキ系は結構ブレーキ飛んでるんですよ、私。あブレーキ飛んでる。ちょっと壊れてる、うん、結構壊れてました、相当低かったんですね、うん、1個目の質問は、だからさっきのところ私は心配事が出てくるか、そうそうそう、心配事はないんで0だったんですね、うんうん、でこのターンズミーオフの強ザメは1ぐらいはつけたかな、うんうん、でもほぼほぼないんですね、結構なんかもう逆に女性がその女性の性欲をね爆発させてくれることとかって私は結構喜びに感じたりするんですよね。なるほどな、そうそうそう、そうかそうか、あ、そういう見方もあるか、例えばちょっともう結構これ露骨な表現になるかもしれませんけど、女性として見ていた相手が私はメスになる瞬間って一番結構興奮するんですよね、
ほうほうほう、さっきまで人間の女性だったじゃんって話してたじゃんって、うん、でもそれは言葉を超えて、うん、あ、この目の前にいる方はメスなんだなっていう、そのメス性を感じた、うん、結構女性でも男性にオス性を感じたら興奮する方とかって結構いると思うんですね。ははは、私はだからまあここのね、性的な処理に仮に疲れたとしても、まあ、うん、そんなに興ざめはしないなっていう、限りなくゼロに近い1をつけたって感じですね、うん、ここ。なるほどですね。ベロベロ渡るは、保留のまま、ベロベロ渡るは、でも本当、保留だな。保留なんだよ、ここ。なんか、うん、強烈なね、グロスボディの感じとかね。うん、どうなんだろうな。あ、ちなみに私、その保留にされてる心も聞いてましたね。これは どんなところでちょっと今、判断しかれてます？あの、ピタッとくるあれがない、見つからないですね。ピタッとくる。うん、01234でピタッと、うん、そうそうそう、なんか、うん、時と場合っていうことがなんか多すぎるのかな。お、毎回そうです、毎回そうですっていう、あの、なんだろう、その0123にしても、うん、毎回0、毎回4っていうのがこうあまり選べれないっていうか。なるほど、うん、まあ、日本人的な、どちらでもないみたいな。まあ、どちらでもないだと多分2だね、多分ね。あ、そういうことか。そうそうそう、うん、まあ、それをでも、それコンテクストまで考えると結構キリがないんで、でも確かに。でもそうなんだ、ね。いや、そりゃそうか、うん。直感かね、これは。うんうん。じゃあ、例えば2ぐらい設定しておきますか。うん。うんうん。っていう感じで結構質問表がまだまだ続くんですね。おぉ。6問ぐらいあって、ブレーキを明らかにして、じゃあ今度はその自分がどんな状況で、例えば興奮するかとか、興奮しやすいかの、今度アクセルの分析とかも例えばあるんですね。面白いな。そうそうそう。でこのワークブックは基本的にはいろんなこう問いがあるんで、自分のセクシャリティについて理解をすることにもつながるし、あ、うん、自分はこういうコンテクストではあんまり性的興奮が起こらないんだなとかね、うんうん、いや、そのワーク結構大事ですね、うん、やっぱ知るきっかけがないもんな。太田さんおっしゃる通り、私これ、うん、もうこの数日間で熟読音読しながら学びになりました、うん、本当に。一応女性向けなんだけど、うんうん、これがちょっと最近ですね、ネットフリックスでイギリスのテレビ番組でセックスエデュケーションって面白いドラマやってるのを見て、めちゃくちゃ面白いドラマなんですよ、はいはい、描かれ方はちょっとコミカルな感じなんですけど、あ、うんうん、お母さんがセックスセラピストで主人公は高校生なんですね、はいはい、でイギリスの高校生たちの性に関するちょっとこう状況とか、社会的にイギリスがどういうふうに性を扱ってるのか見えて面白いんですよ、うん、どうですか日本の感覚と、うん、あ、どうぞどうぞ。基本的にやっぱりイギリスもプロテスタント系が結構強いんで、あの日本の儒教的な性の眼差しというか、ちょっとやっぱり抑圧傾向あるのもイギリスも同じなんです。はいはい、へえ。ただやっぱりイギリスのカルチャーとして、アメリカと同じく、例えばね、ダンスパーティーとか高校であって男女の垣根とかは、うん、アメリカとそんなに変わりはないのかなっていうのは見えてますね。ちょっとでもやっぱ保守的なのは間違いないです。でもそんな中でやっぱ主人公の母親がね、セックスセラピストで、いや日本にこの職業でどれくらい隔離されてるのかなと思ったら、全然隔離されてないですね、やっぱ。確かに。私もご存知ですよ、セックスセラピストどんな仕事か。いや、知り合いにとかいないし、仕事内容ってなんよね。これでも真面目な仕事なんですよ、うん、セックスセラピストって。ねえ、まあ、で大事な部分ですから、ね。そうなんですよ。これは基本的には、うん、やっぱり性に関するトラウマの悩み相談をしたり、男女でセックスレックスになっているそのカップルの治癒とかね、あるいは性的興奮でまだ未開発の人たちのその性の領域を開拓するとか、うん、結構広く、そこのそう怖さを、ハードルを下げるとか、下げたりとか、そうなんです、好奇心を沸かすとか、そうで、トラウマになっている場合には、まあ、そのテレビドラマの中ではね、そのセックスセラピストのお母さんが誰かクライアントに添い寝をするとかないですけど、結構アメリカの方ではその添い寝をしたりとかね、うんうん、女性に対する恐怖を持っている男性の恐怖心を和らげるとか、疑似体験としてですか。そう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 、そういうところもやっておられる方もいますね。なるほどな。でこれがね、いや、ことごとく今1話1話みんなセックスに関する悩みって違うんですよね、うんうんうん、結構1話は
その高校の校長の息子、まあ、校長先生の息子だからいろいろプライドもあり、校長先生はやっぱ厳しいんですね、息子に対して。でそのプレッシャーで射精不全に陥ってしまっているアダムっていう息子で、その射精不全をどうやって主人公があのお母さんのモノマネをしながらね、セックスセラピストのお母さんのモノマネをしながら対話を通じてアダムの射精を直していくみたいな、はい、そうもあるし、いや確かにな。でもそれセックスセラピストの仕事偉大だな。なんかこう病院に行ってね、薬処方されて、うん、はい終わりっていうのがなんか容易に想像つくさすがあり方な気がする。ほんとそう、日本だったらばそうですね。もうあのまさに あの勃起不全や勃起不全に対してね、 ED を例えばバイアグラとかも含めて薬を処方するか、あとはその手術とかですよね、包茎手術をしたりとかでグロスでアプローチするんだけど、心からのアプローチがいいんですよな、ほとんど。うんうん、結局次元超えてるから、そっち解決したらグロスの方もっていうのがなんか見えそうですね。まさにそうなんですよ。あでそういうセックスセラピストの職業がまあ欧米では確立されてて、だから日本の人たちが見ても学びになると思いますねこれ。あとはさっきのその自己理解でいくと、まあちょっと私昨日ぐらい見てた第6話ではですね、金持ちな家に生まれた女の子のエイミーっていう子がいて、でいつもその性行為は相手が望むことをするんですね。で G 行為っていうのを何かこう悪いものっていうふうに思ってて、自らの性的快楽が何なのかが分からないっていうエイミー。で主人公の男の子オーティスっていうんですけどね、そのセックスセラピストのお母さんの息子、オーティスが何を提案したかっていうと、アクションプランとしてマスターベーションを進めたんですよ。でそれでエイミーはいろんなありとあらゆる方法でマスターベーションを試して自己開発ができたんですね。自分の身体が何を望んでいるのかを理解できた。これは例えば第6話。いやすごいな、すごいですよこれ。そう、自分の身体が何を望むかって、やっぱり内側の声に耳を傾けることの許可ってやっぱしづらいですよね。そうなんですよ、世の中的にもね、あり方的にも。だからそういう話も含めてこのワークブックではそうしたところまで、あの実際にやっぱりこの著者もセックスセラピストだし、セックスエデュケーターなんですね、性教育学者、うんうん、かつセックスセラピストの仕事もしてるんで、ワークブックの項目がことごとく実践的、これは結構私が惹かれたところですね。ちょっと加藤先生翻訳してぜひ日本のどこかに出版してください。これね、本当そう、いや、有田さんありがとうございます。そうですよ、本当それくらいの本でした、これ。うん。で、タイトル面白いんですよ。The Come As You Are っていうね。英語で Come っていうんです。Come As You Are。そうそう。わあ、うん。そう。有田さんが住んで長崎は行きでしたけど、行くは Come なんですよね、英語では。ね、うんうんうん。うん、あんまうまく書けれてないかもしれないから。いやいや、十分伝わってる。そうそう、うん、でも長崎は長崎県人の方言は誰々の家に行くじゃなくて誰々の家に来るって言うんですよ。あ、カムなんだ。あ、英語じゃん。そうそうそう。うん。来る、本当っすか、すごいね。そうそう。じゃあ明日来るねって言って。あ、それ完全なんか英語の影響受けてますね。ね、おお、やっぱキリスト教オランダから来てるのか。そうそう、そうかもしれないですね。うんうん、あ、それはすごいな。来る。うん。で、このカムもなんか意味合いとしてすごい深い言葉だと思いますね。性的な絶頂で行くカム。いや、行くとカムは違うな、これ。そうなんですよね。ああ。日本でいつからこの行くっていう表現になっちゃったのかね。本当だな。だからカムって多分英語の中では、だからこっちに来るっていう表現があると思うんで、男女が共に一緒になろうよっていうような意味もあると思うんですね。お互いのクロス次元で、うんうんうん、はいはいはい、そうそう。で、あとは聖なるものを内側に取り入れるみたいな意味での噛む、うわ、来てくれっていう意味もあるんです。エクスタシーの方向、その超越的なものを取り入れるみたいな、スピリットを取り入れるみたいなね、うん、そういうことですね。なんかゴーじゃないんですよね。いや、そうそうそう、すごいな、来るか。そうなんですよ。ちょっと日本人、僕ら2人で広めますか、カム、大分から発信するんですね。カムにこうやってそう、オランダの方からぜひじわ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 、そうですね、カムカミング、うん、カムカム加藤でいきます。決定、もう全然アッパイじゃない、そのスパイシー加藤なんかの気じゃない。
マジですか。カムカム加藤だよ。KKK で行こう。うん。あ、でも KKK だからあれやね。悪いやつや。悪いやつや。KKK。そうか、悪いやつだけど。そうですね。そうカムカム加藤、今攻めたつもりだったんですけど、安牌。いやいや、攻めてる攻めてる。攻めました。攻めてるって意味ですよ。攻めました。カムカム。カム、だいぶ攻めたな。いやでも、これも言葉ですからね。意味、なんかありそうですね。カム。やっぱ弱体化しますよね。行くっていう言葉しか持ってない日本人だったら。そうなんですよ。だからこれ、うん、いや、だから例えば男女の中でも、本当は一緒にね、もっと長くとか一緒にその超越を味わいたいのに、男性だけが先に行ってしまってちょっとこう、しらけちゃうみたいなこともあると思うんですよね。うんうんうん、勝手に行ってしまったみたいなね。うん、そうそう。これもだから渡辺さんトレーニングで言うと、キューイングって大事じゃないですか。ああ、そうですね。うん、うん。そう。だから男女が共にね、行きそうになっているときに、これ結構 NG ワードとしてね、行っていいよっていう言葉は結構 NG ワードらしいんですよね。確かにそうだなと思って。例えばこれって、さっきのその射精のところをゴールにしてしまう男性、あるいは行くことを例えば女性にプレッシャーとして与えてしまうっていうのも結構ですね、問題になってるんですよね。そうですね。確かに。なんかゴール地点設定して、ここにたどり着けなかったらダメなものだよっていうね、そうそうそう、感じが強いってことか。いや、そうなんですよ。だから言っていいよっていう言葉かけのそのキューイングは結構 NG なんですよね。でも、はいはい、気づかないで言っちゃうよなと思って。ああ、そうなの。そうなんですよね。そのあたりどうですか、キューイングの達人と。言葉かけ一つ、うん。キューイングの達人。キューイングので、キューキューソーダがですね。キューキューソーダ。キューキューソーダいいですね。いや言葉ね、でもそういったことが大事だっていうふうにどっかでこうピン止めしとけば、うんね、まあ、急には変わらないでしょうからね、こういったものは。そうですね、まあ、でもピン止めしとけばね、渡田さんのそうそうそう、うん、寸止めにも役立つと思いますよ。なるほどなるほどじゃないなるほどっていや、でもこれもでも本当知識だと思いますね。ちょっとこう知識だっだし、あとはもう本当コミュニケーションで確認していく必要ありますよね。いや、その言葉ちょっとだけちょっと嫌なんだけどって男女が言えるかどうかですね、ちゃんと。うん、逆にこういう言葉をね、振り返りセッションが必要ですね。いやいや、本当そう。いや、逆にこういう言葉をかけてもらえると嬉しいなっていう言葉、うん、やっぱりもう男女のその交わりのとこって本当にコミュニケーション一番ね、愛を確認したり、うん、お互いが素になれるコミュニケーションだと思うんで、うんうん、相手がね、何を望んでるかを確認していくっていうのは本当はもう基礎だと思うんですよね、これね。はい、いや本当だな。そうなんですよ。コミュニケーションは基礎ですね。そうなんですよ。聞くってね。あ、そうなんですよ。そうかそうか。だからさっきのそのエイミーも自己開発した後はちゃんとパートナーに自分はこういうところに快、うん、快楽を感じる、ちゃんと伝えれるようになったんですよ、うん、クリトリスをこの角度で触ってくれってこういう風にって言えるようになったんですよ。なるほど。そういう関係大事だよなと思って。うん、そうなんですよ。だからね、まあ、あのところの乗り越えって本当霊的な発達ですよね。そうなんですよ、霊的な発達ですね。例えばそれでいくと、まさにその慣習的な段階でこれまで性を捉えていると、例えば性行為中はね、なんかお互いの考えを共有しない方がいいものだみたいな、黙ってやるものだみたいな、あーはーはー、例えばそういう、うん、あの文化思想に影響を受けている方もいるかもしれないですよね。そうですね、うん、そうなんですよね、まあ、またしかもそこにも階層があって何も言わないのが良しと思ってて、そうそうそう、満足いくことにならない、で今度言葉をかける、で今度また言葉をかけ、なんか手放す段階がありそうですよね。そうですね、いろいろと。本当そうだと思いますね、うん、最終的にはそうだと思いますね、うん、だからまずはその対話を通じて理解をし合い、そうするとやっぱりその行為中はね、やっぱり理性を超えられるからこその良さあるじゃないですか、性的な交わりって。そうか、うん、そうそう。で多分またそこでもし実践を重ねていくと、またちょっとこう対話を通じて、まあ、それが例えば講義の場でもいいと思うんですね、うんうんうん、終わった後に振り返りのセッションするみたいなね、うん、で私もなんかこうね、性に関しての性をお互いの趣味にできたらこれ理想ですよね。性が仕事じゃないんですよ、セックスが仕事とか義務のものじゃなくて、これが趣味になったら、うん、ウェルビーイングの半分の項目がどれだけお互いに高めることができるか。すっごいな。でも本当、和尚も書いてました。セックスは朝の散歩のように穏やかになる。すごい。和尚様ってなった。名言。名言だね、それ。
仕事のように駆られてやるものじゃないです。いや、ほんとそう。朝の散歩のようにくつろいでやるのがセックスです。いやいや、いいっすね。ほんとそうだわな。散歩のように、ほんとそうだね。いや、いいこと言ってますね、和尚ね。うん。言ってますね。だからまあ、そこしか読んでないもんね。渡辺さんもやっぱロックインされてるじゃん。ロックインされてるじゃん、最近。そっちの方に、やっぱそっちの方に流れが来てますね。流れが来てますね。いやいや、態度が来てますね。潮流が来てますよ。潮流が。こっちの方に来てますね。まあでもこのあたりもね、だからそうなんですよ。私もなんか理想のパートナーは少なくともね、この性に対する羞恥心を超えて、まあ、探求心を持って、お互いに性の実践、学びがね、趣味にできたら理想だよなっていうね。いやー、いいですね。そうそう、まあ、共通の趣味があるとね、やっぱり長く関係深めることできるじゃないですか、多分。いやー、間違いないな。うん。そうっすね。お互いに対するね、好奇心とね。そうなんですよ。そうそうそう。うん、なんかやっぱり相手のことを知り尽くしてるって思ったら、お互い冷めちゃいますよね。片方がね、どっちか片方がそう思っちゃったら。そうなんです。まだまだ、ね、知らないところがたくさんあるっていう風な見方で。いや、ほんとそうですよ。まあ、それこそ本当にね、人間有意識だから、まだまだ知らないところがあるはずなんですよ。いや、そうだよな。一人一人心の世界が違うから。共通するものとかね、見えてくるものもあるけど、最終的には人間意識で一人一人ね、違う荒れ屋敷持ってますからね。うん、そうなんですよね。無限だもんな。そうなんですよ。ちょっと私も関心持ってくれました、この性のライン重要性。いやー、また影響を受けてしまったな。いいじゃないですか。これ大変なんだよな。あ、飲まれちゃう。飲まれるのが。でも渡辺さんのこれね、つながりますから、本当に、うん、クラニオにもいい影響、私ビーイングを養う渡辺さんの姿が見てみたいですよ。レッドのエレファントか、レッドエレファントからね、ティールエレファントになるの見てみたい。その成長羽ばたき見てみたい。私は信じてます。これは成長の幅がありそうですね、深さが。もう今はレッドでも全然、うん、大丈夫ですか。大丈夫です。でもこれは本当に自分もちょっと今書籍ね、ちょっといろんなものを買って読む中で、うん、やっぱ今一つ紹介したのがすごくいいし、まあ、あとはクラニオと直結するのはやっぱ同郷の流れなんですね。うん、ああ、そうなんだ。ちょっと前回ちょっと、そう、マンタックチアっていう方の本、これも私、うん、アメリカにいた時にすでにこの著者の方注目してたんですよ。で、最近直近1週間以内に、うん、その女性のセクシャルエネルギーをどうやって高めるかに特化した本買い直して、ね、もうクラニオやんっていう図が書かれてるんですね。仙骨と頭蓋があって、うん、そこのエネルギーの流れがどうなってるのかを見ながら、例えば背中をマッサージするみたいなね。これも渡辺さんとちょっといつか扱いたい本です。ちょっとこれ上級です。面白そう。うん、うん、同郷の、ね、中でもこの性的交わりというのを不老長寿、健康で長生きするウェルビーイングの実践として性的交わりを扱ってたんですよね。いやー、そういうことか。そうなんですよ。まあでもエネルギーがね、最も力強く、ね、ぶつかり合うところでしょうから、まあ宗教というかね、そういったものが扱わないわけはないか。そうなんですよね。やっぱもはやさすが渡辺さん、そうと思います。道教とか、そうでね、そうそうそう。ただ一番まあちょっと扱いに困ったのはキリスト教の人たちでしょうね。ああ、どういう風なあれなんですか。いや、性はやっぱタブー視されてきた歴史が私の今見る限りでは結構ありそうですね。そうなんだ。多分ユダヤとかまで行けばカバラとかだったらば使ってたかもしれませんけど。カバラって何ですか。カバラ、ユダヤ教のそのいろんな実践体系みたいなもんですね、カバラ。へえ。で、道教、仏教とかはもう、仏教とかは人間のやっぱり欲求欲望にもちゃんと目を当てないといけなくて、その時にもう性欲っていうのはもう不可欠だったんですね。はあ、扱っていくのは。ただもちろんこの性に関しては力強い分、私のおっしゃるより力強い分、派閥としてはやっぱり性欲というものを禁欲の方向に持っていく派閥と、ね、密教のように悟りに転換していく流れって分かれましたね。はっ、そうそう。で、私はやっぱりその人間が本来持っているものなんで、これを禁欲するっていうのはやっぱ結構おかしな方向だなって思うんですね。うん、
どれだけ健全なその流れに変えていけるか、暴れる濁流があったとしても、うん、それを清流に清らかな流れに変えて流し方っていうのがあると思ってて、うん、だからどっちかっていうと、はい、後期密教の考え方にちょっと組みしてますかね。はあ、だって無理でしょ、我慢しずっとしてくださいみたいな。だってこれグロス次元でも、例えば男性がずっと射精を我慢してたら前立腺がんになっちゃったりするじゃないですか。うん、グロス的にも良くないんですよね。うん、なのでこの性的なものをどういう風に健全に自分の性の欲望とかね、欲求とかと向き合っていくか、結局これ向き合わないからいろんなところで歪みが出ちゃうんですよね。ってことか。そうそう、付き合い方とかね、うん、そうなんですよ。付き合い方もそうですし、例えば児童ポルノとか本当になんか害悪なものにつながってしまうこととかっていうのを招いてるのも、うん、やっぱその性の歪み、性エネルギーの扱い方を間違えちゃったんでしょうね。そうですね、現代人は、文明人は、うん、やっぱでも本当脳を簡単にぶっ壊す方法をいつでもね手元に持ってしまうっていう、本当レッド段階ですよね。こう、うん、核兵器をね開発してしまうのと、ボタンをいつでも押せるのがね、うん、こうなんだろうな、レベルがこう、例えば核兵器を開発するっていうす、ね、とんでもない頭がいい人っていう武器を、うんね、こうボタンをポーンと、なんだろうな、押せる状態になってしまうっていうのを、なんかビルバーがなんかで引用言ってた言葉だったんですけど。あ、そうですね。オレンジナイフ。ちょっとうまく言えた。いや、なんかポーンとかじゃない、スパンキングしたのかなって思って、そこちょっと聞いてないんですけど、なんかスパンキング渡るになってるなと思って、スパンキング、スパンキング渡るね。いやでもそうですね、核兵器は基本的には科学合理性の知識なんで、まあ、オレンジ段階で作れるけど、じゃあ実際にその作った核兵器は誰でも赤ちゃんでも使えちゃうっていうところですよね。レッド段階で利己的にも使えるみたいな、そこの怖さですよね。そう、だからそうやって、ね、脳がどんどんぶっ壊れて、ね、通常の刺激じゃ刺激じゃないと思ってしまうように改変されてしまうっていうのが、グロス次元でも変わってしまう。いや本当そうですね、そうですね、そうなんですよ。だからさっきのちょっと冒頭のね、あの扱ってたワークブックに戻ると、今の自分のその生徒の向き合い方ですね、うん、まあ、それは性欲もそうだし、自慰、うん、行為についてもあのいろいろ書かれてますし、うん、いろいろアクションプランとしてね、そのアダルトグッズの探求もしてみましょうみたいな書いてありますね、うん、最近すごいですよね、まあ女性向けのものとかもね、うん、なんか女性がね発信するような場を SNS でも見るようになりました。あ、本当ですか。自ら、うん、おお、そう、この後に私もこのアクションプランに触発されて、ちょっとオランダの不老人間の街のアダルトショップ行ってきましたよ。そうするとやっぱ置かれてるプロダクトに対して自分がどんな反応を示すか、うん、これがやっぱり自分の今の現状のセクシャリティを表してて、うん、例えば面白いんですけど、例えばあの束縛 SM 系って BDSM ってあの精神、あの何でしたっけ、精神療法家の方たちは必ずマニュアルがあるじゃないですか。あるんですね、そういうマニュアルが、はいはい、うんうん、その中に2013年までは BDSM ですね、束縛 SM は精神病の人たちって扱いだったんですよ。精神的におかしいもん、あ、それをするのは、そう、するのは。でも2013年以降はその性的な傾向として全然普通のものだって切り替わったんですよね。ほう、このようにやっぱりその性に関しての、そう、傾向も動いているし、誤った誤信もしちゃうわけですね。でそういうプロダクト、本当ですね、そう、だからそのプロダクト見てても自分の性癖とか分かるし、社会の何を影響を受けてるかってね、分かりますね、それ。そうそうそう、最近かなり鏡となりなる分野ですね。そうなんですよ。そして絶対にこう自分のね主観側ちゃんと持てる分野だから面白いですね。そうなんですよそうそう、いやこれね、だから私もさっきのグロフの話戻ると、渡るさんの、うん、やっぱ私もなんか、あとフロイトの肛門期のところで肛門になんかコンプレックスがあったんじゃないかなっていう話があって、私もあのちっちゃい頃あの、うん、踏ん詰まりになってしまって、母に肝腸ってもらったことがあったんですね、うん、私めっちゃ怖くて、肝腸が3歳ぐらいの時、うん、肝腸刺されたまま家の中をキャーキャー言って走り回ってた話を母が笑いながらしてくれるんですよ、うん、でやっぱ肝腸ってのは怖かったよなって3歳の時あって、だから私は今でもそのアナルは嫌なんですよ、うんうんうん、アナルは未開発なんですよ、うん、
でこれはもう3歳の時からあったし、3歳よりも前に肛門にまつわる何かトラウマがあるんだろうなと思いました。でそれは別に悪いことでもいいことでも何でもなく、そういうものがあるってことです、うんうん、そういってことで、ね、事実があるってだけですもんね。 そこにこうね、そうだから渡るさんなんか残念がってますけど、そうですね、残念です。渡るさんはだからあノーサンキューです、すいません。ノーサンキューです。チェって言うとでも思いました。そうなんですよ、チェ待ちだった今、チェ待ちでしたね。渡るさんがそうそうなんかチェ待ってるなと思って。なるほど、チェ待ってんなと思って。そうなんですね、いやそうなんですよ、馬は体に宿るって言いますから ね、 そ う、 なんすよね、そういうこともあるんでしょうね。そうそうなんですよ。いやそれでいくと渡辺さん、ちょっと話変わりますけど、大分長崎あたりってこのグッズとかってなんか近くにお店とかってあるんですか？うわ長崎は全く知らないけど、大分は大学の近くにありましたね。 あそうですか。そういうセックショップみたいな感じ、結構真面目のアンダーグラウンド系ですかそれ？いや真面目系ですね。え、じゃあテンガとかイロハとか売られてる感じですか、うん、っていうのも置いてますね、はい、本当ですか？あるある。お、うん、友達でみんなで行ってましたね。すごい。いやなんかそれね、いや奥様と一緒に行くってのもありですよ、ちょっとお互いの性的なところの探求、うん、どんなの好きなのってね、うん、なるほど。そうそうそう、そうですか。いやもう最近でもそのさっきのテンガの話とかね、経営モデルとしてもなんか面白いなと思って、ビジネスヒストリーとしてね。ほうほう。いや、もともと知ってました、渡さん、テンガの社長さん。え、わかんない。確か自動車の工場かなんかで勤務してて、で、ある時ふと立ち寄ったアダルトグッズショップで、その、うん、性に関してのその扱いですよね。例えばその G っていうのは誰もが本当はするはずのものなのに、それが扱われているものがなんかこう、卑屈さを感じさせるようなプロダクトしか並んでなくて、愕然として自分で開発しようと思ったらしいんですね、うん、テンガの方。へえ、うん、で名前もテンガってすごいかっこいいですよね、うん、で女性用のものはイロハってなってて、これは基本ってことですね、イロハの。だから女性の性開発も基本から、基本を大事にみたいなね、イロハってのが当てられてて。なるほどね、そういい名前、うん、そうなんですよね。でも渡辺さんあんまりそのテンガってよりも空手家ですよね。空手かってのはそれ、どういうことか。いや、渡さんの空手、このなんか5ヶ月前とかアピールしてたなと思って、空手の道具を買って、そういう道具とか頼らず空手でやってんのかなっていうね、空手か。なるほどね、あ、そういう意味での空手か。確かに、あ、うん、空手、そうですね、黒帯ですね、僕は。さすが、さすが。だって私、筋トレに関してもね、あんまプロテインとか飲まないっておっしゃってましたもんね。まあ、そういう、ああそうですね、ちょっと外的なものを使わないタイプなのかなっていうね。いやいや、いやまだ2階の部分にもね、そうそう、まだまだね、ちょっと開いていけない、いかないといけない。そうそう。天が統一の日も近いですよ。おお、うまいか、これは。上手だったのか、今のは。うん、天が統一。そうそう、開発しても天が統一の、ね、日も近いんじゃないかなっていうね、とこですね。うん。じゃあ、ちょっとあれですね、そろそろ時間も迫ってきたんで。ちょっと収束の方向に向かっていきましょうか。わかりました。今のが締めで大丈夫ですか？天が統一で。天が統一。そうですね。ちょっと縛ってないかな。まあそうね。いやいや、十分かもしれません。そうですね。まあそうね。ちょっとじゃあ最後、真面目な話最後終わりましょうか。まあでも、まあサマリーとしては、うん、まあ、こうやって性愛学っていうちょっと分野、まあちょっとね、うん、まあ学問として探究するのも面白いなと思ってて、これは。それだからそのセラピー的な意味もそうだし、まあ、成長につながるっていう意味もそうですしね、あとはその性の科学的な研究っていうのはやっぱりこうなされてるんで、うん、やっぱこういうところをちゃんと知識としてこう持ちながら、まあ、自分のその性生活を豊かにしていくっていうのはすごく大事なんじゃないかなっていう関心を今前回もちょっとシェアしたと思いますけどね、まあ、引き続き持ってるっていうところですかね。そうそうそう、うん、そうなんですよ。いやでも本当このね情報ね、本なり、うん、動画コンテンツなり、うん、なんかこう、それを媒介にして喋っていくと、どんどん話も弾むなっていうふうにも思いましたね。さすが渡るさん、うん、そうですよね。だそれも踏まえて、ちょっとぜひあの、またタイトルをお送りしますんで、ワークブックのもの、うん、あとはこのやっぱ性のところって、結構真面目な動画もちゃんとあるんですね。知識を伝えるだけじゃなくて、タントラの交わり方の技法とかね。
愛部の方法に関してもやっぱそこはクラニオと同じくイーイングも大事なんだけれども、その触り方みたいなね、そういうところまでちゃんと解説してる動画とかもやっぱあるんで、まあ、動画や、ね、書物を通じてやっぱ学んでいくっていうことを、性の発達ラインを高めていく上でやっぱ大事ですよね、これね。そうですね、うん、そうそう、うん、加藤先生はね、その三人称的な語り口と、でたまに一人称の語りと二通り持ってるのに対して、僕全部一人称語りだけしかないから いいんですよ、宮田さん。まだまだ、うん、あのまだまだ遠慮されてます。まだまだ隠しておるなと思って、うん、この今和尚まだこの小坊主めと思ってます。また隠してると思ってちょっとここに対して女性性的に接してもらわないと、ま、そうだそうですね、あそうだった、そうそう、優しく出せ出せ、そう今もっとやるぞ、すいません、いやそうだよね、出せ出せな感じだもんね、置いといて、そうですね、いや本当そうだ、あのいやなんですよ、心の奥ではもう出せ出せと思ってね、隠しておるなと思って、二人でいるときには出すのくせにと思って、ロッテルダムって出すくせにラジオの場ではなぜ出さんみたいなね。でもそれは私のあり方がちょっと悪かったですね。ちょっと出せ出せモードで。リスナーさんの、うん、ちょっと同情を今得ようとしてました。あーかわいそう、かわいそう、さん。もう加藤先生がね、またこんなこと話題に出してね。そうなんですよ、僕はもういつもこういうのに付き合わされちゃって。面白い。僕のフォロワーを今ちょっと2人ぐらい獲得しました。獲得しましたね。いやー、はい、ちょっとそうだな。私から離れていかないように。でもちょっとそんなコーナーで、まあ、真面目な形で、うん、やっぱりそのさっき和田さん今おっしゃってくださったように、三人称的な知識を入れるって本当大事ですね。この性は本当に渡さんのおっしゃる通りで、これ、うん、主観と客観やっぱり両方大事なんですよね。それ最終的には性的な成功、あの自分のか、うん、プレファレンスですよね。やっぱ一人一人違うわけですよ、うん、何が気持ちよくて何が嫌かって、それを分かるためには三人称的な知識、うん、観点を入れていくっていうのは大事なんで、やっぱ両方大事にしたいんです。そう、うん、これやっぱりこうお互いの中で秘密にしてるからこそ、うんうん、楽しい話っていう風にもなる部分があるからこそ、うん、一人称の話は置いといても三人称のだけでバーって話をしたとしても、うん、もう多分この話題ってみんながね共通してどっかで興味関心をねこう抱いているものだから、絶対こう自分ごとに置き換えれるっていう、そうなんですね、なんだろう、パラフレーズ力があると思うんですね。三人称だけ語っても、確かにこんな質問があります、あー俺やったらこれやなみたいなそうですね、なんかそのぐらいこう、うん、芳醇な話題だから、うん、三人称語りだけでも全然冷たくないっていうのがこの話の面白いとこかなっていうふうに思いました。逃げたな、一人称から出せよ冗談ですよ、うん、でも三人称のね話を通じてやっぱその自分ごとに引きつけながらね聞いてもらえるっていうのはこうありがたいですね。そう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 、本当ね、うん、でこうやってまあ小樽さんと私は二人称語りをしながらね、そう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 、結局ねここは二人称でねやってる、そうなんですよ、まあなんて和田さん一人称引っ張り出そうとしてますからね、引っ張り出す引っ張り出す、ね、怖い、いやいや、もう引っ張りますよ、まだまだ伸びますからねまだまだ伸びます、これはどんまだまだ伸びる、そっちで取って大丈夫です、伸びる、大丈夫なんだそう、和田さんの想像通り、いや和田さんの想像通り、まだ想像通り伸びれるシーンですよね、ちゃんとね、チコタってなんか埋まってるんですよね、本当はね、まだまだ引っ張れば伸びるって話ですよね、そうそうそう、いやー、じゃあ今度ちょっと日本に中国行った時、伸ばすの楽しみにしてます、小樽さんの。ぐっと引っ張って。今度伸ばすが締めになるけど大丈夫そうですか、そうですね、今度は。そうそう、終わらないといけなかった。そうですね。いや、ちょっとじゃああれですね、1時間経ちましたんで、じゃあ最後、一言いきますか。じゃあ私からいきますか。はい、おあ、じゃあはい、お願いします。渡辺さん、リサの皆さん、今回ですね、まあ、66回のコラボラジオね、また聞いていただきどうもありがとうございました。今回の66回ではですね、まあ、前回の、前々回って言い方ですかね、64回の時の、まあ、私の関心事項をちょっとこう引き続き話をさせていただいて、渡辺さんにね、お話をこう聞いていただく中で、まあ、やっぱりこう、本当に渡辺さんのおっしゃる通りだなって思うのは、まあ、性っていうのはもう誰しもが持っているものなんですよね。でこれはやっぱりそのスティルネスもそうだし、スピリチュアリティとこう全く同じで、まあ誰しもが持っているものなんだけれども、まあスピリチュアリティと同じく、あるいはまあそれ以上に、まあかなりこうタブー視されているもので、まあ、私たちの伸ばす機会っていうのがなかなかこれまでの人生持ってなかった方たちの方が多いと思うんですよね。
やっぱりこれは私は、うん、その人間発達にね関わるものとして、あのこうしたなんでしょう、本当は大事なんだけれども社会のこう影になってしまっていて、でそれがいろんな悩みを生み出してしまっているっていう問題意識に最近こうやっぱりこう深く問題意識を持つようにこうなってですね、まあ、その芽生え、問題意識の芽生えからこのセクシャルウェルビーング、そうしたところにこう関心をこう持ちながらですね、ちょっと渡さんとまた相談ですけども、まあ、いろんなその、書籍ですかね、ワークブック的なもの、うん、実践的なものにつながるような本を扱いながら、ぜひ皆様に一人称、二人称、三人称的なね、ラジオをお届けできたらなというふうに思います。今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、リスナーの皆様、あ、すみません、先走りましたね。ちょっと早かったですね。あ、じゃあ、ソウロ渡さんどうぞ。絶対それ言うと思って。はい。では、リスナーの皆さん、加藤先生、本日もありがとうございました。ありがとうございました。この話、ね、これからどういうふうに話がね、広がっていくのか、いやいや、膨らんでいくのか、縮んでいくのか、ちょっとね、そのあたりもちょっと関心が、ね、自分自身の好奇心もありますので、また引き続き皆さんと一緒に、このね、話を共有していければと思います。でもこう、話しながらも、こう、あ、自分にここブロックがあるってめちゃめちゃ気づきやすい題材だなってことが、ね、思うところです。はい、うん、まあ、そういった自分の内省ポイントとしてもね、うん、ちょっとまた好奇心の輪が一つ増えました。また引き続きお聞きいただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。